サフォーク大学はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン中心部の高級住宅街ビーコンヒルにあり生徒数約8000人を抱えるボストンメトロエリアで8番目に大きい私立大学一流大学が軒を連ねるボストンに所在するため日本においての知名度は高くないがベントレー大学ノースイースタン大学ボストン大学タフツ大学バブソン大学等と並び 最先端の放送教育とビジネスなどの職業、教育重視の私立大学として、その存在は、ボストンの教育史に重要な役割を果たしてきた。プリンストンレビューによる全米のグローバル経営大学ランキングのトップ15位にランクイン。また同志による全米の起業家のための大学ランキングにてトップ25位にランクインしている。これは、大学が校内に設置している。 インキュベーション施設の機能性や学部、MBA コースの一部である、企業のクラスやコースの質の高さが評価された結果とされている。特に、ロースクールは全米でも有名で、サフォーク大学の象徴的なプログラムとなり、多くの弁護士や放送関係者を輩出してきた。学部レベルにおいては特に経営学、社会学、情報システム学、 コミュニケーション研究等が高いレベルにあると評されている。また夜間や、週末の講座が充実しており、ボストンの一流企業に勤めるプロフェッショナルたちが、キャリアアップを目指し多数在籍している。留学生数も多く南米、ヨーロッパ、アジア、中東と、世界各国から生徒が集まり、極めて多国籍で多様性のある学校としても有名。三つの大学群と、 法科大学院で構成されている。学生数は2016年現在、約8000人、大学約5500人、大学院約1200人、法科大学院約1300人、そしてその約2割が世界100カ国以上になる海外からの留学生であり、その中でも特にヨーロッパ、アジア、南米からの留学生が多数在籍している。日本人留学生の数は少ないが、 これは大学の日本での知名度の割にトーフルの要求点数が高いことに起因している。近年は特に国際ビジネス教育にも力を入れており、スペインのマドリードにキャンパスがある。スペインでのグローバル教育はサフォーク大学の目玉であるほか、大学院生向けのドイツへのグローバルセミナーは有名企業へのコンサルティングをプログラムに取り入れたセミナーで人気が高い。また、 アントレプレナーシップセンターを校内に設置し、生徒の企業を積極的にサポートしている。また、教授陣は自らビジネスを起こしているものも多く、彼らの経験を直に学べるアントレプレナーのコースも設置。グローバル MBA を取得して、国際ビジネス企業家として活躍する卒業生も多く、他にも弁護士等の放送関係職を目指す学生が多い。ちなみに、 政治学部のジュリット・ドゥシク女教授は映画女優のエリザ・ドゥシク、エリザ・ドゥシクの母親である。1906年に若きグレソン・アーチャー弁護士が設立した法律学校が母体。アーチャー弁護士は生活のために働かなければならないが、法律を学びたい大使ある学生のために教育の場をと、 夜間開校の法律学校を設立した。そして1930年代までにサフォーク大学はアメリカでも有数のロースクールとなった。これまで多数の放送関係者や政治家を輩出している。また上智大学との交換留学プログラムが盛んである。ありがとうございます。